ドニエプル川流域で砂川は、ロシアからウクライナへ流れる大きな河川。ドニエプル川の左支流である。川の名は、古東スラブ語で、右手を意味する。長さは 1,130km、流域面積は88,900平方キロメートル。ウクライナ北部の湿地帯、ポリーシャを流れる主要な河川の一つである。中流域の西武川付近はかつて、シベエリアと称した。 ウクライナ領内では、川幅は60メートルから250メートルになり、深さは平均で3メートルほどになる。ドニエプル川との合流点付近での、年間平均流量は360メートル、S となる。12月初頭から4月初頭にかけては凍結する。航行可能な部分は、川口からノーウフロドシーベルシクイーまでの535キロメートルほど。デスナ川は、ロシア西部。 スモレンスク州にあるスモレンスク高地に発する。水源はスモレンスク市の南東方向のナルチ村付近にある森林地帯でエリニアからも遠くない。デスナ川はエリニアを通った後沼地の多い谷間を南へと流れブリャンスクに至り南西へ折れる。ブリャンスクはデスナ川岸の丘の上に建てられた町である。ロシアとウクライナの国境を越えるとほどなく、 ノーホロドシーベルシクイーの街がある。チェルニーヒウ州とスムイ州の宗教付近を流れた後、西向きを変えチェルニーヒウ州に入る。バトゥールインの北でデスナ川災害のシ流セーム川と合流して、川幅は広がり、多くの分流を作りながら、反乱源を流れる。チェルニーヒウを通ると南西へ折れ、オステールで、オステール川と合流し、キエフのすぐ北方でドニエプル川に合流している。 デスナ川には大きな支流が右岸に18本、左岸に13本ある。主な支流には次のような川がある。チェルニーヒウの生真珠終身修道院。背景にデスナ川が見える。ありがとうございます。